ファスターは、いすゞ自動車が1972年から生産、販売していたピックアップトラック。1994年で日本国内での販売を終了するも、海外向けは2016年まで継続。初代モデルのファスターは、ベレットの姉妹車のピックアップトラック、ワスプの後継車で、フローリアンのボディー前半分が流用されていた。そのため、前面も本車種の中期型と同様のデザインとなっている。また、この車が1971年から始まった、いすゞ GM 提携の最初のビジネスとなり、翌1972年から GM のシボレー部門に、ラブのネーミングで OEM 供給された。フローリアンの生産終了を目前にした1980年、新型に移行。四輪駆動版が追加され、これのみ車名に、ロデオのサブネームが付けられた。この、ファスターロデオのシャシを利用して、ロデオビッグホーンが生まれている。アメリカでは、パップの社名で販売された。なお、シボレーに供給されていたラブは、GM 自身が開発した S-10 にとって変えられた。一方、オーストラリアではこの世代から、GM 子会社のホールデンへ、ホールデンロデオとして OEM 供給が開始されている。当初は 1.6L の G160 型ガソリンエンジンと 1.8L の C180 型ディーゼルエンジンで始まり、後にガソリンエンジンは廃止され、ディーゼルエンジンは 2.3L の C223 型へと拡大された。1988年5月、ファスターは 2WD 専用モデルの社名となり、四輪駆動モデルはロデオとして独立した。海外向けには、非常に大きな窓を持つ、スペースキャブと呼ばれるエクステンドキャブがラインアップされていたが、国内はシングルキャブのみの設定であった。海外向けのエンジンには、直列4気筒ディーゼルエンジンのほか、いすゞ製の直列4気筒と、北米専用の GM 製の V6 ガソリンエンジンが選べたが、日本国内では、初代ビッグホーンイルムシャーなどと共通の 4JB1 型 2.8L 磁気4直噴ディーゼルターボエンジンのみであった。しかし、燃費に優れ、なおかつ強力なエンジンを採用したことで、これまでの非力なイメージを払拭することに成功した。十分な吸気の攪拌ができない小径ボアの直噴式燃焼室の設計は非常に難しく、4JB1 型は、トヨタの 12HT 型エンジンと並び、当時国産最小クラスのボアの直噴ディーゼルエンジンであった。荷台の違いにより、標準ボディのほかロングボディとフラットデッキ、見方開きが用意されていた。1992年10月、フェイスリフト。1994年10月、国内販売終了。海外向けは、D-MAX が登場した2002年以降も生産。販売され、2016年まで続いた。シボレー向けの名称である、ラブとは、ライトユーティリティビヒクルの意味で、車の成り立ちそのものが社名となっている。ありがとうございます。